グリーンズのホームページをご覧の皆さん、パノラマパノマタンです。ホース、トゥース、ギターボーカルの矢渕です。ヨス、ヨス、ドラムの由美です。はい、お願いします。4人でやっております。はい、パノラマパノマタンなんですけども、はい、6月の7日にハローケイオスというアルバムをリリースしました。嬉しい、嬉しいね、うん、もう本当に嬉しいですね、うん、あの最高傑作になってます。お、ね、今までアルバム出したんですけど、うん、まあ、一番いいアルバムになってるなと、今の自分たちが出せる最高が出せたなと、そうです ね、 すね、日々進化してますからね、僕たちね、うん、はい、ということで、あの本当にいろんなジャンルをですね横断しながらも自分ら色に染め上げるみたいな、そういう作品になれたと思ってるんで、はい、本当に関西の人ね、あの耳が速い人が多い、はい、お、マイナーな音楽とかね、うん、ちょっとアングラなものでも全然受け入れられる、ね、なんか土壌があるなと思って。インディーズシーンも大きいですよね、うん、関西は。そうですね、もう東京のボンクラに負けないような、はい、リスナーたちがたくさんいると思ってるんで、はい、関西の人たちぜひぜひ聴いてほしいなと思っております。よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。で、リリースツアーもございます。お、9月22日に心斎橋ジャニスにて、はい、ワンマンライブになってます。おー、これ400人入るらしい。すごいね、すごい。400人を全部俺たち好きな人でね、埋めてしまおうと思っておりますんで、はい、まあ本当にちょっとでも興味がある人はぜひぜひ来てください。よろしくお願いします、はい、チケットも安いです。安いね、2500円という、うん、2500円というと5000円の2分の1ですね。うまいな、うん、もうこんな値段でチケット買えるんで、はい、もう本当にワンマンツアーぜひとも埋めたいんで来てください。よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、以上神戸のパノラマパノマタウンでした。ありがとうございました。